最高。もうこんなもう夏の暑い中もう歩かされてもうどんだけもう行きましょう。日焼けしちゃうわ。もう嫌だ。嫌だもう。スキンケアしなきゃ帰って。もう帰りましょう。もうかき氷食べましょう。はい、というわけでこちらが念願の氷うちです。ちょっと大人な雰囲気ということで、特にお姉にこだわる必要は逆に感でしかないんじゃないかな。お姉やる気満々できたんだけど、すごい今日の皆さん、皆さん楽しみにしてる方、和服のお姉、ちょっと清彦で行こうかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱ清彦だったらまだ OK だけど、センスと和服さえあればちょっとあまりにもこうなんかこう落ち着いた感じのね雰囲気なもんで、早速じゃあ行ってみましょう。うん、あー冷たくて美味しい。聞こえて難しい。俺絶対落ちんだよ。白玉も入ってるんですね。柔らか。氷の中に入ってたから硬くなってんのかなと思ったら、こちらご覧ください。もうこのシロップとね、グズグズになってんのがこれね、美味しいですよね。これ、というわけでこちら完食です。よかったけども、やっぱちょっと上品すぎましたね。ちょっとまだ俺にはちょっと足んないですよね。はい、上品すぎてなんか食ってる気がしないんで。そうですね、なんかもっと満たされないんで、また違うとこ行きたいですね。そうですね、じゃあまた別のお店、はい、探しましょう。もう一軒行きましょう。